ワクワクプレゼント。美しさに思わずジェラス。登場ニューセクシースプリンター。ポツネポツネポツネ、小粒先生って可愛いだよね。小粒で悪いか。新しくなった歯衣小粒。いいファクシミリを使いましょう。オートダイヤルでまた先駆けました。キャノファックス B520。 街の遊撃手いすず FF ジェミニ1500誕生。そしてうまさが加速した。本日発刊キリンビールライト。鋭角ボーイでいてくれよ。色差すフォルムとサウンドだ。ザッツオーディオカセット。さあその巨体のキラーカーン仮想ジャイアントババラマッシャー木村、ヘッドバットでいったぞ。バット2発、そして3発、脳天に据えます。下からキック、キックも2発、3発と連発いたします。今度はチョップだ、今度はチョップ。そして自分のコーナーに引きずり込みます。こういうゲリラ戦法ですかね。やっぱり作戦の一環がね、ちょっと出てましたね。はい、要するにヘッドバット。当然ヘッドバットってね、まともにやったんでは届かないんですが、相手の首を折り曲げていくから。そしてバックドロップ。これも馬場戦秘密兵器かもしれませんね。そうですね。まあ今ね、はい、バックドロップはキラーカーンが見せましたね。はい、ちょっと見てください。おっと今度はパイルドライバーか。いやそのまま抑え込んだ。カウント2。こういう一瞬の技も怖いですね。そうですね。いろいろなこの戦法を展開してまいります。キラーカーン今日はね、はい、あんまりゲリラ戦ではなくて、割とオーソドックスな技を使ってます ね、 そうですね。両方ともね。それから山田さん気になるんですが、キラーカーンこれまでに馬場、天竜、鶴田一騎打ちを行っていますけれども、いずれも反則暴走とこういう形になってるんですが、これはどういうことなんですか。いやそれはやっぱりその場の成り行きですよね。まあ、最初からそれを考える選手はいないわけで、たまたまその時エキサイティングなそのムードになってと、いうことですね。なるほどね。キラーカーンもこう燃える方ですからね。そうなんです。激しい試合になりそうです。ババとの一騎打ち。さあ今度は鶴見が地獄突き見せます。地獄突きです。あらゆる角度から突き出してまいります。ニークラと鶴見、さあ今度はカウンターで決めた。思わずこのニークラの表情が曇りました。そしてエルボー弾を見舞います。空中弾。キラーカーンがいい動きを見せています。このシングルマッチでも大変なこの威力を持つキラーカーンの攻めですが、タッグマッチでも非常に細かい動きするんですね。とにかく巨体、はい、ということをね、考えたらすごい上手な動きで、そうですね、スピードもありますね。はい、巨体を感じさせません。キラーカーンいい動きを見せています。さあ今度はラッシャー木村がやっと相対します。キラーカーンが後ろから羽交い締め。ニークラも木村を抑え込んでいる。ここを今新境地にし八つ星明とニークラが攻める。ダブルのドロップキック。
タイミングのいいようだ。さあスタンディングポジションを取れ安吉明。さあ水平打ちの連打、木村耐える、木村耐える、これは打たれ強いな、ラッシャー木村、そんな感じがいたします。本当に打たれ強いですね。はい、とにかくね、ああいう正面からの攻撃に対しては、こんなにしぶといですね。ですから、もしこの木村選手を、はい、パーフェクトに攻撃するためにはですね、はい、よほどうまいカウンターを取るか、そうでなければこの落差のある攻撃を仕掛けるか、はい、そういったことしかないんじゃないですかね。さあカーンと組みまして、来週放送の試合ですが、大阪大会カーンとヤツがロードウォーリアーズと相対します。ヤツも張り切っているんですが、ちょっと捕まっています。ネックブリーカードラップ、キラーカーン間に合いました。規制を走ってキラーカーンが入ってきます。さあ今度はゴーが張り切っています。エルボー、これはかわしたヤツでした。まだ余力を残していた。今度はエルボーのお返し、このヤツですが、このところ、おっとワンダースープレックス、後ろへ投げた、カウント2。まあこのスープレックスももちろんなんですが、アマレスの技をこの随所でうまい具合に見せてますよね。それはやはりね、自分が最も得意とするところですね。そしてカウントの連携もいいんです。維新軍の連携が絡んで国際決命軍を上回りましたか。ラッシャー木村が道竜も捕まえて、殺人フルコースが出るか、クロスチョップ、アルバトロス殺法、たまらず道竜馬が鶴見五郎とタッチ、しかし返す刀で今度は鶴見にエルボー、そしておっとカーンが飛んだ、エルボーだ、正面からエルボー、右のか左の肩口、ちょっと鶴見朦朧としています。うわーっとギロチンドロップ、重みがあります。今度は鶴見の反撃、鶴見も喧嘩殺法で挑みます。ちょっとこの試合の中で分かんなくなりましたね。非常にね、鶴見選手の暴れっぷりがね、思い切ってていいですね。まさにこの三宝たる動きを見せています。そしてこの音体ラッシャーは木村につなぐんです。あーちょっとやはりすごいチョップです。キラーカーンのクロスチョップでも倒れません。ラッシャー木村、意地がぶつかり合います。両チームの対象同士、仮想ジャイアント馬場をキラーカーンに見立てまして攻撃を行います。ラッシャー木村、ラッシャー木村のもうこの胴体汗みどろです。力が入ります。両雄、そして今度は八津吉明が出てきた。重いラッシャー木村を荒方担ぎ上げて、そして新倉が飛ぶ、新倉が飛んだ、いい連携です。連携ではやはり維新軍の方が上ですか、山田さん。今のところ非常にスムーズになってきましたね。そうですね、ショルダースルーで投げておいてエルボーを落とします。それぞれがそれぞれの持ち味を出してますね。八津選手がね、はい、ちょうど前中継点になってますね。そうですね。さあラッシャー木村にスーパートンの攻撃、若い2人、おっと膝から落ちました。ラッシャー木村、さすが打たれ強いラッシャー木村も膝から落ちます。それだけこの維新軍の連携殺法が光ってます。あっとしかしまだよく見ていたラッシャー木村、この辺は年輪を感じさせます。さあニークラを捕まえた、クロスチョップだ、クロスチョップだ。さあこの後の決め技はブルドッキングヘッドロックの体勢、リオ三歩ジャンプして決めた、豪快。さあラッシャー木村覆いかぶさる、カウント3入った、ゴー、そして鶴見がアシストに入っていました。10分43秒耐え固め、ブルドッキングヘッドロックからの耐え固め、ラッシャー木村真骨頂を見せました。まあこの喋るのが苦手なラッシャー木村が連日マイクを持って馬場との一戦にこぎつけました。その執念がそのまま現れたような試合。さあ鶴見が吠えます。山田さん何て言ってますか。いや、お前らに相手にならん長州出てこいっていうところに言ってますね。長州出てこいというアピールを行いました。ラッシャー木村も吠えました。館内は長州コールに包まれております。しかし山田さん、ラッシャー木村が馬場出てこい、そしてこの次は長州出てこい、全くこの軍団構想の行方分かんなくなりましたね。はい、木村選手が非常にね、今日の試合でも見せたように調子がいいですね。それだけに試合というものは非常にね、
一日一日面白くなってきてますね。そうですね。さあ今エプロン越しに両軍団が睨み合う、そんな場面が見られましたが、両雄引き上げます。ラッシャー木村の執念がこの維新軍新倉をブルドッキングヘッドロックで仕留めました。さあそして長州力アニマル浜口慎の入場だ。アンセンとの一騎打ちでアンセンと並んだ、その自信が彼を一回りも二回りも大きく見せます。世界革命への第一歩を大きく踏み出しました長州力。新たなる戦いに向けて進む長州力、大きな野望を胸に世界を目指し、四角いジャングルをしっかりと見据えます長州力。さあ今夜もうなりを上げて力ラリアットが炸裂か。維新軍堂々の入場。試合に先駆けまして両チームに花束が贈られます。試合の方は45分の一本勝負。カミソリファイター、マーサッポーが今夜も火を吹くか。ベイビーボーイスミス爆弾小僧、大変な人気です。ダイナマイキック、さあ今夜は名コンビ復活だ。アニマル浜口、この表情がたまらない、燃える革命戦士長州力。解説はいつものように東京スポーツ新聞社山田隆さんにお願いします。さあ山田さん、キッド・スミスもラリアットを持っています。ラリアット合戦が見られるかもしれませんね。そうですね、まあとにかくキッド・スミスといえば、はい、パワーがものすごい、そのパワーに対してですね、一方の長州アニマル浜口組も、はい、これまたパワーのあるタイプですからね、この真正面から力対力の激突ですね。そうですね。さあ五色のテープが乱舞しました。これが綺麗に整理された今ゴング。さあまずアニマル浜口が出てまいりました。あっとすごい体当たりだ、すごい体当たり。そしてあ速いブレンバスター、速いブレンバスターだ。いや今ね、浜口選手が必死になってね防いだんですが及ばなかったですね。そうですね、まあこの両チームとも攻撃型タイプのチームだけに面白いですね。もうそうですね、はい、まず守るより攻めですね。そうですね。さあおっとこういう動きも見せるんです。うわっと今度はショルダースルー、いい動きですね、非常に柔軟ですね。はい、さあそして早いタッチを行います、早いタッチを行います。この太い腕でがっちりとアニマル浜口ヘッドロックに決めております。さあしかしアニマル浜口もどうか、うっとキビキビとした動き、この動きが維新軍の士気を高めます。あーっとスミスがボディーリフト、あーっと今来日しているこのウォリアーズを思わせるような怪力散歩ですね。そうですね、まあとにかくもうスミスの場合も大変に怪力ですからね、はい、あっと、 しかしアニマル浜口この辺は試合巧者な、うまい、思わず山田さんがうなりました。そして長州力との連携だ、長州力との連携。そして長州力が登場、満を持して登場だ、エルボーを打ち当てる。そして今度はヒットにタッチだ、ヒットにタッチ、長州力と相対します。この両雄も今までいろんな名場面を作ってきた両雄ですよね。そうですね、本当にね力と力の激突、はい、しかも両雄ともにテクニックもなかなかいいものを持っていると。そうですね、この対決は面白いです。あーっとバックドラップだ、高角度で決まった、垂直落下式のバックドラップ。うん、もう本当にね、ズバッとこのごぼう抜きというか抜き上げるような、あいい表現ですね、全くその通りですね、そうですね。そしてエルボー、なんか長州力がこのハンセンの一騎打ち以来自信に満ち溢れてるようですね。やはり戦う相手との対戦の中から一つ一つ自信をつけてきますからね。そうですね。さあそしてこういったグラウンドの展開ももちろんアマレス出身がいい動きを見せています。あそれから通路の方なんですが、ロードウォーリアーズがこの一戦見てるようですね。あやはりね、はい、彼らとしてもね、どんな相手と対戦するかまだわからないというようなこともありますし、常に研究をしているわけですね。そうですね。さあ今度はキッドが出てまいりました。
アニマル浜口と相対します。アニマル浜口もコーナー上段登るんですが、この動きです。ダイナマイトキット。さあ今度は浜口がお返しだ。浜口もデッドリードライブ、激しい一戦になった。さあアニマル浜口がいい動きだ。どういう技を展開するか。とラリアット、ラリアット、カルガリーブラザーズのラリアット。カウント2、フォールの仕方もなんかこのウォリアーズ並みのフォールの仕方ですね。非常にね、いわゆるかぶけていくスピードもあるし、はい、ごく自然ですね。バックフリップ18番を展開、アニマル浜口。まあこのしかしキッド・スミス、この2人を称して小型ウォーリアーズという言い方をする人もいるぐらいですからね。まあしかしね、はい、私に言わせていただければ、はい、タイプは違いますね。しかしこのヘビー級にも負けずとも取らぬこの筋骨隆々の体、下手するとこのヘビー級の選手が線が細く見えることもありますよね。もちろんそうですね。さあグラウンドの展開に再び持ち込みました長州力、自分のペースを作ります。こういうところがね、長州選手のうまいところですよ。エキサイティングの中でずるずると相手のペースにはまることなしに、はい、こういうふうに間を抜いて自分のペースに持ち込んでいく、これはやっぱり彼の一番考え抜いた作戦でしょうね。そうですね、この長州のファイトに幅が出てきた、あるいはこの小技が冴えてきたと、アマレスで鍛えたオールラウンドな力が出てきた、このように言う関係者の方、あるいはファンの皆さんもいます。完全に外人に弱いなんていう、こういった巷の表もですね、吹き飛ばしました長州力。いやね、この私に言わさせてもらうと、はい、外人に弱いんではなくて、大型一流外人との対戦のチャンスがなかったというだけですね。でそれをもってね、外人に弱いなんて短絡した考え方は一番間違ってますね。ですからこれは長州選手が対戦が増えてくれば、当然自分の持ってる力を出してくるのは当たり前のことなんですね。元来力を持ってる人ですからね。その戦いぶりをハンセンとの一戦で遺憾なく見つけました長州力。アニマル浜口とのつなぎです。さあ相手はスミス、相手はスミス、ドロップキック、計算され尽くしたドロップキック、足が綺麗に伸びています。カウント2まで取りました。本当に目まぐるしい一戦です。今度はアニマル浜口が場外に投げ出されました。そして今度はこの荒っぽいファイトを見せるんです。カルガリーブラザーズキッドがアニマル浜口をこの場外の柵に一撃。アニマル浜口ご覧の状態です。腰を打ちましたアニマル浜口、これは苦しい。小林との一戦でもそうだったんですが、このダイナマイトキッド荒っぽくなってきましたね。そうですね、もすごいで瞬発力を実にうまく使いますね。そうですね。さあアニマル浜口をリング中央に捕まえた。そしてロープ最上段に登ります。ダイナマイトキッド、ヘッドバットか、ヘッドバット、右の肩口に炸裂。浜口危ない、虫の息。カウント2、精神力で返しました。ここはダイナマイトキッド一気に攻め込むか。ヘッドバット、ダイビングヘッドバットの連発です。いやダイナマイトキッドもですね、はい、冷静ですね。そうですね、ここで、ね、一気に行くかと思ったけど、ね、きっちりタッグしてますね。はい、満を持して長州力が登場です。まあこの長州力もこの松戸大会からロードウォーリアーズが登場していますんで、このシリーズは山田さん復讐戦ということになりますよね。そうですね、まあいろんな意味でね、ザ・ロード・ウォリアーズの新登場というものは注目の的なんですね、はい、そうですね。3月の14日 AWA のタイトル、タッグタイトルをかけまして、カーンと長州組が愛知県体育館でぶつかり合ったんですが、その時は両者リングアウトで決着がついておりません。まあこの浜口にいたしましても、ロード・ウォリアーズに痛みをつけられました。そしてカーンもこのアニマルに痛めつけられました。鉄柱攻撃を受けました。このままでは新軍の面々、それから長州力も引き下がれませんからね。そうですね、はい、まあ、そういったことを含めて、はい、何しろ今は世界タッグの最高峰に迫らんとしているチームですから、これは相手にとっては不足はないですよね。さあ試合の方はダイナマイトキッドと長州力。ああ館内にはこのロードウォーリアーズ、この試合をじっと見ております。さあ
長州力とヒットが相対します。さあ長州の動きがヒートアップしてまいりました。この辺から一気に持っていくか。この両雄ブレンバッター、対空時間を長くつけた。青いコーナー、石軍のコーナーで体固め、カウント2。どうでしょうか、この山田さん、長州カーンという3月の戦いだったんですが、この浜口とのコンビというのも対ロードウォーリアーズ戦実現すれば面白いんですがね。そうですね、またあのカーン選手が狙った味を持ってるね、はい、ね、浜口選手ですからね、はい、これはあのこのなかなか面白いと思いますよ。やはりこの最大の武器はこの2人の連携。もちろんそうですね、はい、それと、まあ、あのロードウォーリアーズと対戦する場合は、はい、あの嵐のようなパワーをどうカットしていくかということですよね。そうですね、あの彼らのやりたいようにあの暴走させたらもう一発でやられてしまいますからね、はい、あしかしきっとスミスもまさに暴走ファイト、大技を次々に出してまいります。そのロードウォーリアーズとの対戦ですが、来週カーンとヤツがロードウォーリアーズと相対します。そして後楽園大会、カーンとクリスがロードウォーリアーズと相対します。この2つが決定しております。この浜口と長州のコンビも面白いかと思います。さあそろそろこの2人の連携が冴え渡ってくるか。長州力が抑え込んだぞ。アニマル浜口が飛ぶ、ぐさっと吸ったエルボー、青いコーナーです。そしてそそり、さあ一瞬のうちに入るんです。あーっとキックが出てきた、ラリアットラリアット。そして後ろからはキック、実にこのカットカバーが早いんです。さあそしてキックがラリアット、空爆を返した、一発で場外へ飛んだ。あー一発でこのようにご覧のようにダイナミックキットが場外へ転落。やはりこのラリアット合戦見られましたね、山田さん。うん、そうですね、結局ねこのラリアットにですね、はい、打ち勝ったのは長州選手の方でしたね。そうでしたね。その予選を勝ってこのように場外でも場外乱闘でもキットを翻弄します長州力。あー大活躍だ長州力。リング上に戻るがちょっとどぐろが早かったか。右手を上げる長州力、しかしこのレフリーのタイガー服部さんのコールはリングアウトのようですね。そうですね、まあ、一瞬ちょっと長州組の方が早いような気がしましたけどね、はい、あのカウントに間に合ったんじゃないかと思ったんですが、ああどうやらあのヒット選手鼻血が出てますね。相当、強力なダメージを負ったようですね。本当にこの火花の出るようなこのタッグマッチ、いい試合でしたが10分6秒両者リングアウトという最低が出ました。さあ引き上げていくアニマル浜口、長州力、ロードウォーリアーズとの対戦はどうでしょうか。おお、これがハレー彗星か。見えてきたぞ。解像度500本シャープキーステーション F500。 ウィンクにウィンクで答えた憎いやつ、吸いたい気持ち消してやる、訳あってウィンク。いずる国の宝物、宝焼酎純。今日は子供とサッカーやる約束しちゃったんだよな。きついな、こんな体疲れてて。できるかな。そこでこのキューピーコーアゴールド、この1錠は1日1回か2回飲むだけで効くようになってます。自然の水と自然の果汁、あ、水の感覚。飲んでごらん。
支援人に続きまして日本テレビより激励の花束の贈呈でございます。あの春の大型暴風ともいえますロードウォーリアーズ旋風が残した爪痕、まだ消え去っておりませんけれども、再び殺人軍団ザ・ロードウォーリアーズが日本に上陸でございます。今夜の相手はターザンごと石川隆組、先に日本テレビからの花束が贈られました。さあこの後ザ・ロードウォーリアーズ堂々の入場です。ご覧ください。アイアンマンのテーマが鳴り響いております。松戸市運動公園体育館、アニマル、ホーク、そしてポール・エラリングの傍若無人な殺戮暴走軍団、再び来日でございます。今回は2週間にわたりまして日本列島を席巻いたします。放送では今夜の松戸大会、来週の大阪城ホール、再来週の愛知県体育館、そして後楽園ホール大会とザ・ロードウォーリアーズのいわゆるバイオレンスファイトを余すところなくお伝えしてまいります。さあやってまいりました、アニマル、ポール・エラリング、そしてフォークであります。今世紀最後の超大物軍団ザ・ロードウォーリアーズ、再び戦いの嵐が日本列島に吹き荒れますが、ターザンごと石川を早速捕まえました。腰には AWA 世界タッグのベルト、アニマルとフォーク、そしてマネージャーのポール・エラリング。3月の来日の時には鶴田天竜のインターナショナルタッグの調整を除きますと、実に全ての試合を5分以内で片付けました。リングの下でザ・ロードウォーリアーズが今紹介されております。アニマル、そしてフォーク、さあすでにフォークの方は石川隆を捉えました。ロープに放り投げる、さあ肩から当たりました。すごい勢いでぶちかましを見せます。早くもロードウォーリアーズクラッシュが始まりました。おっと、まずバウレンスラリアットを見せました。フォークであります。相変わらず凄ましいですね、山田さん。そうですね、もうとにかく試合のスタートからパワーパワーパワーですね、はい、そうですね。この第2回目の来日の、まあ、彼らにとっては開幕ということになりますけれども、果たしてターザンごと石川隆組を何分でやっつけるか。そうですね、さあ反撃の体勢は石川隆、そしてメイベント初めての登場でありますターザン後藤にタッチ、フォークの脳天を割りに行きました。さあターザン後藤が暴れまくるが、しかし力の差はもうありありと分かります。ここでアニマル登場だ、アニマル登場だ、もう一回行った、早くもおっとパワースラム豪快に決めた、豪快に決めました、アニマルであります。相変わらず今回も AWA のベルトを巻いてきましたね。ウォーリアーズリフトですね。ウォーリアーズリフト、そしてダーン、ターザン後藤の背中まとも、そして空中高く舞い上がってエルボーだ。そろそろフィニッシュに持っていくのか、ターザン後藤全く手が出なくなりました。さあなんだ、今度はもう一回抱え上げた、そしてダブルの攻撃だ。あっとまたラリアット、バイオレンスラリアット、そのままポールが覆いかぶさりました。あっという間の勝負でございました。バイオレンスラリアットタイのダブル攻撃、ザ・ロードウォーリアーズ初戦を飾りました。さあ試合時間は何分でしょうか。激しい勝負でした。そうですね、少し全く息ぴったり、はい、もう言うことないですね。そうですね、3月の来日の時にも AWA の世界タッグ王者として来日したんですが、今回も AWA の世界タッグの王座に君臨して、そのままベルトを引っ下げての来日でございます。まあ、肉体そのものを狂気にして豪快な荒っぽさ、これが魅力だったんですが、本物の実力が備わってきたというイメージがありありと伺えますね。そうですね、単に力だけではなくて、はい、連携もいいし、非常にあの最後のまとめな作戦なんかうまかったですね。実に1分25秒の勝負でございました。なお来週放送でお送りする大阪城ホールのザ・ロードウォーリアーズの相手はキラーカン安義明、そして再来週放送の愛知県体育館の相手は鶴田天竜組、この辺り一矢報いてもらいたいですね。そうですね、何としてもやはりね、日本陣営のね、はい、名誉のために頑張ってほしいですね。そうですね、そして後楽園大会の相手はキラーカンクリスに決定しております。果たして日本チームがこのザ・ロードウォーリアーズを打ち破ることができるでありましょうか。ターザンごと無念残念、1分25秒で耐え固めに取られました。ザ・ロードウォーリアーズ初戦を飾っております。
しゃれはまず足元からなんて言いますよね。魅力的な男性は足元への気配りを忘れないもの。そこで今日はさりげなく、そして個性的に男性を引き立たせてくれるこの男性用メッシュシューズをご紹介しましょう。これからの季節にぴったりのメッシュを男性的な粗めで仕上げ、通気性は抜群、蒸れずに爽やかで嫌な匂いもこもりません。また素材には高級ヤギ革を使用、柔らかく履くほどに足に馴染み、活動的なビジネスマンの足を疲れさせません。底は丈夫なウレタンドコ、また傷みやすいつま先部分は二重構造になっており、とっても長持ちします。飽きのこないシックなデザイン、金色のワンポイントをあしらったハイクラスなメッシュシューズ。色は黒、白、茶の3色あり、サイズは 23.5 センチから 26.5 センチまで5ミリ刻みで揃っています。さて、蒸れずに爽やか男性用メッシュシューズ、お値段は今回1万円と大変お買い得。なお分割は月々2200円の5回払いです。お申し込みは大阪06-648-1000番、06-648-1000番です。お電話お待ちしています。松戸大会最後のカードでございます。6人タッグマッチ、全日本軍団最強トリオ、ジャイアントババジャンボ鶴田、天竜チーム。今夜は新ミラノボディと激突、新とボディの猛烈ファイトに、やや手こずっております全日本軍団。ここはスカッと勝ちましてタイトルマッチに臨みたい鶴田、天竜、そしてババであります。まさにこのシリーズはダンスにふさわしく、思惑が複雑に絡んでいるだけに、群雄割拠のムードからスカッと抜け出したいところであります。今夜鶴田はおそらくテリーボディを狙うでしょう。そしてジャイアントはシン、今夜のキーポイントは天竜です。相手チームは暴走チームです。タイガージェットシン、マリオミラのテリーボディ。さあ、その入場の前に日本テレビからの豪華な花束が3人に贈られました。さあ、今度はタイガージェットシン軍団の入場です。さあ、やってまいります。開幕戦でジャイアント馬場をコールしたタイガージェットシンが非常に勢いに乗ってまいりました。そして謎のインド人パースマンとの連携もぴったりでございます。今夜もおそらく引き連れての登場でしょう。タイガージェットシンが新しく生まれ変わった、そういう感じがいたします。さあ、表情が見えてまいりました。もう一人の怖い男、デンジラスボーイテリーゴディがその前であります。非常に息のいいレスリングを展開するこのテリーゴディ、鶴田のインターヘビー級、来週の放送大阪城決戦も近づいてまいりました。今夜は鶴田潰しにおそらく出ていくことでありましょう。大型新軍団、新ミラノテリーゴディ、先ほどのザ・ロード・ウォーリアーズに負けず劣らずのパワフルな軍団でございます。さあ、リングサイドを取り囲んでおります。カメラマンがずっと後ろの方に下がりました。大暴れのテリーゴディ、この男が大阪城ホールでジャンボ鶴田のインターヘビーに挑戦、2度目の挑戦で今度はベルトを取るというふうに言っております。これがテリーゴディ、リング上やかな目で相手チームの入場を待っております。ジャイアントババ、ジャンボ鶴田、天竜、マリオミラの今登場、もう一人タイガージェットシンだけはリングサイドでございます。さあ、今夜はあの謎のインド人と言われております山田さん、パースマンの姿はちょっと見えませんね。そうですね、今夜は単独でリングに登場してまいります。さあ、テリーゴディの猛烈果敢なヘッドバットのデモンストレーション。さあ、今放送席の前を通りかかりますタイガージェットシン、狙いはあくまでジャイアントババ。さあ、今夜はこの軍団を引き連れてのタイガージェットシン、ジャイアントババ潰しに行くか、それとも鶴田か。今やこのタイガージェットシンの標的はババ、それからもう一人長州力にもモーションをかけているようですね。そうですね、非常にね、あの意欲的にね、行動をしてますね、はい、そうですね。さあ、最後のカード面白い60分の一本勝負、両チームの紹介です。さあ、まずマリオミラノ、強力な助っ人、大きい選手です。シングルプレイヤーになって最大の力を出してまいりました。鶴田に挑戦、テリゴディ、先ほどから申し上げておりますように、狙いはあくまでもジャイアントババ。サーベルを手にしておりますタイガージェットシン。さあ、全日本トリオ、まずは天竜、
来週はいよいよテリーボディとタイトルマッチ、ジャンボ鶴田、最後はジャイアント馬場でありますが、そのコールの最中に原郡司アナウンサーがサーベルの塚で殴られました。これが原郡司アナウンサーです。早くもリタイア、控え室の方に連れ戻されます。何か不穏なムードが流れます。松戸市運動公園体育館、相手が山崎新軍団だけにね、ハプニングが起こりますね。そうですね、まあ、本当に目が離せないですね。変わりまして、中田龍アナウンサーが新軍団を紹介しているようであります。勝負の方は60分の一本勝負、今館内に告げられました。さあ最初の登場は誰でしょうか。テリーゴディが入り込んでいる。ジャンボ鶴田と相対して、もうすでにインターナショナルヘビー級の試合は始まったようだ。来週の大阪城ホール、おそらく1万3000人のお客さんは入るでありましょう。ここで行われますインターナショナル、ヘビー級の選手権試合、この2人であります。いい勝負になりそうですが、もう絶戦も華やかですね、山田さん。そうですね、しかしこのもうテリーゴディという選手、はい、全く手のつけられない暴れん坊ですね。今やこのスタンハンセン、ブルーザーブロディ並みの強力なパワー、もうポストブルーザーブロディに近づいてまいりましたね、山田さん。そうですね、非常に強い選手です、テリーゴディ。いきなりですね、はい、きますね、まさに前哨戦、これは見どころいっぱいのシックスメンタッグマッチであります。勝負の鍵を握るのはおそらく天竜かと思いますが、何しろ来週に迫っておりますインターナショナルヘビー級の選手権、もう両者ともに大阪城ホール決戦負けないといった感じですね。そうですね、やられやった、強烈です。テリーゴディの魚雷ラリアットから爆発、鶴田一本取られました。抑え込まれた、危ない、鶴田危ない、いやーすごい魚雷ラリアットでした。早かったですね、早かったですね、やっぱりね狙ってたですね、はい、鶴田が言ってました。前回までの来日、この、テリーゴディはまだひよこだった、しかし今は完全にそれを脱皮した、もう非常に怖い存在の相手になったというふうに言っておりますが、一本魚雷ラリアット取られました。今度は左か、うまく外した鶴田、あーっと鶴田今度はキックで返します。そしてこの大型140キロを持ち上げてダブルアームスープレックスか。さあ激しく火花が散ります、両選手もう何か鶴田は、パートナーの馬場天竜を忘れてるかのような感じですね。そうですね、まあ、やっぱりねさっきちょっと油断してるところ一発やられましたから、はいはい、そうなんですね、カッと頭に血が昇ったんでしょう、そうですね、この対決最も注目すべきは鶴田対テリーゴディ、いやー本当に大変です。鶴田はもう絶対防衛を約束しています。相手が変わりました、今度はミラノです。ミラノにはまあ、ジャンボ鶴田の実力からすれば簡単にあしらうことでありましょう。ジャンボ鶴田選手はどうやらテリーゴディ用、あるいはまた、長州力用にこの山さんジャンボラリアットを改造しているような話が伝わってますね。そうですね、はいはい、まあしかしね、果たしてどの辺まで完成しているのか、難しいところですね。そうですね、このあたりどうでしょうか、見せるかどうか、ジャンボラリアット、ニュージャンボラリアットということになりますが、おっと予約したのか、右手を高々と見せました。そしてラリアットに行くのか、ちょっと山さん心配なのは鶴田のこの右の肘のあたりサポーターですね。そうですね、どうしたんでしょうか。いやなんかね、はい、ちょっとだけという話だけがついてましたがね、やはり今軽い怪我でも大気を取ってるんでしょうね、はい、あそうですか。山さんよくレスラーは、新しい技の開発ということを口にしますが、このシリーズ中に技を開発するというのは危険じゃないですかね。まあそれ何とも言えないですね、はい。さあ場面の方は今度は天竜であります。まさに天竜の気持ち、今表しますと内憂外患というような表現がぴったりかと思いますが、来たるべき 6.21 スペシャルウォーズイン武道館、まあ、最初の発表では長州力の相手はこの天竜というふうに私たち聞かされていたんですけれども、ちょっと山田さん 6.21 のカードが難航しているような雰囲気ですね。そうですね、まあ、発表の予定通りスムーズにいくかどうか、はい、うん、まあ、現在の時点になってもなおくすぶっているという感じですね、はい、そうですね、まあ、それにしても今日ですね、はい、またもやのコーナーで絶戦を仕掛けるなど、テリーゴディが本当に入れ込んでる、はい、それで一方の鶴田選手もかなりそれに反応を見せている、はい、その点ですね、天竜選手が意外に落ち着いてますね。そうなんですね、相手はマリオミラノ、そして今度はタイガージェットシン、タイガージェットシンと天竜の一騎打ちになりました、まあ、天竜としては当面の相手は金沢大会の UN の防衛戦キラー観戦ですよね。そうですね、はい、そういったことも頭の中に叩き込んでの今夜のシックスメンタッグマッチかと思います。さあ天竜の頑張りに期待したい。さあ大きく持ち上げてブレンバスタータイガージェットシン、今夜はいいファイトを見せています。
今回まさにこの生まれ変わったようなタイガージェットシーンですが、山田さん。そうですね、はい、やはりこの人はね、非常にあのインサイドワークのいいタイプですから、その時その時によって自分の戦い方をいろんな風に変化させるんですね、もうその辺がね、非常にそのコーナー自在、まあ、実にうまいファイトをしますね。そうですね。でも同じ一つの試合の中でも大変に凶暴な一面を見せるかと思うと、ガラッともう360度変えたテクニシャン、これがやっぱりあの新選手の怖いところですね。そうですね。このタイガージェット新のターゲット、次なるターゲットはどうやら長州力なんですけれども、山田さん、どうやら 6.5 愛知県決戦、これは再来週の放送になりますが、1対1の対決が決定ですね。そうですね。これはやっぱりね、新選手のアピールがね、はい、ものを言ったんではないかと思いますが、はい、この対決も面白いですね。長州力は思い起こしますと、新日本のリング上でタイガージェットシンと対決してるわけですが、相当痛められたような記憶がありますけどね。そうですね、まあしかしこれはね、あの新生長州選手としてはね、はい、まあこれから来る外人、うん、まあ、過去の対戦があったとしても、若い時ですからね。はいはい。さあ、その注目のタイガージェットシン、小槌を持ち出して天竜をわしづかみ、本部席の上にまさにまな板の恋乗せました。これでは手も足も出ません。天竜真っ逆さまにフロアに転落であります。さあ、追い打ちをかけるか、小槌を持ってるから危険だ。鶴田の喉笛、これをついた。鶴田フォローに出ておりますが、お、今度はターゲットを鶴田に絞った。いや、もうめったやったら近づいてくるものはもう何でも相手という感じですね。そうですね、あのこういうね、戦いのパターンになると、はい、新選手の力は2倍にも3倍にもなりますからね、はい。さあ、タイガージェットシン再びリングの中、脳天を打たれております。天竜全く手が出せなくなりました。しかし天竜はもうまさに木一本の選手、こういうラフファイトをやった相手には必ず復讐します。それが天竜の良さなんです。竹を割ったような男、天竜。しかもね、最近の天竜選手は非常にね、はい、タフになりましたね。あ、なるほど、ですからやられたらね、やり返すだけの体力持ってます。なるほど。今度はテリーゴディが飛んできた空中戦だ。天竜に覆いかぶさりました。140キロありますからね。すごいですね。いや、これは鶴田との対決、しぶきになりますね。明らかにね、ドロップキックだ。まさに反戦並み。明らかに鶴田選手を意識して目の前でデモンストレーションですね。今日は天竜を潰しにかかります。ちょっと今エプロンになります。鶴田の表情見たいですね。あ、鶴田の表情変わってきましたね。すごい技をやってくれるじゃないか、こういうような表情を見せております。ジャンボ鶴田です。今度は激ヤビの体勢、ババの出る番がありません。ババの出る番がありません。逆エビの体勢。さあ、タイガージェットシンがリングの外におりました。さあ、超満員の松戸市運動公園体育館、やっと放送席にシンが投げました。椅子が飛び込んでまいりました。いや、怖い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 。いや、もう本当に大変な一戦です。暴れ回るタイガージェットシン。さあ、敵はリング上、敵はリング上です。さあ、再びテリーゴディの猛烈果敢な攻撃、ちょっとご覧ください。このまさに重戦車、140キロが鶴田に挑戦。あの空中戦は鶴田も今まで気がついてなかったんじゃないでしょうかね。本当に今日はよく飛びますね。そうですね。もうすでに3回大きなジャンプを見せてますね。はい、全く天竜今夜手が出ません。ジャンボ鶴田がフォロー、ミラノを外に出した。さあ、天竜がもう2人にめった打ちにあっています。タイガージェットシンと相手はテリーゴディ。さあさあ、ここから逆襲のパターンか。天竜が狙っているのは何か。さあ、天竜が狙っているのは何か。スモーチョップ、ここで本体ババに渡した。やっとババに渡しました。さあ、ババ怒りの表情。タイガージェットシンとの一騎打ち、望むところ。ババが行く、ババが前進する、ババが前進する。捕まえるか、シンが逃げた、シンが逃げました。ちょっとこの辺でお客さんにアピール、この辺りの呼吸の使い方はシーンうまい。しかし、ムーンズと首ネックを捉えたジャイアントババ。さあ、6.21、 日本武道館決戦まで16問。このコンディションを保つことができるか。テリーゴディに猛烈チョップ、ミラノを倒すか。ミラノにはダブルチョップ、鶴田、そして鶴田を今呼び込みました。あ、タイガージェットシーンが再び入ってきて急所への攻撃だ。これにはジャイアントババ倒れ込みました。まあ、3人を相手にいい攻撃を見せた馬場選手ですかね、山田さん。そうですね、やはり精神面でね、充実してるだけにね、ガッと出てったら相手はもう威圧感をね、感じ取って逃げますね。タイガージェットシンが、山田さん、珍しくキーロックですね。そうですね、ちょうどロープ際でね、はい、急所打ちで倒れ込んだところを巧みに決めましたね、はい。まあね、こういう技ってのはなかなかダメージを負ってる時じゃないと、そう簡単には決まらないんですよね、はい。
ちょうど急所打ちでダウンしてましたからね。見事に関節を決めています。山さん、近頃のプロレスはいわゆるプロレスラーにも流行というものがあるようで、このラリアット全盛時代ですけども、今井田のキーロックも古典的ですけれども、効くんですよね。そうです、はい。あれはやはりあの一種の基本技、山さん、テリーゴディのパワーですね。いや、ジャイアントをもうムーンと掲げ上げまして、パワースラムで叩き落としました。そうですね、先ほどはね、はい、あのワンハンドスラムをね、はい、やりましたしね。そうでしたね。やっと馬場が立ち上がりました。相手はテリーゴディだ。ここはマナ弟子ジャンボ鶴田のタイトルマッチ、有利に持っていくためにもテリーゴディを潰したいところでありますが、再びジャンボ鶴田に渡します。さあ鶴田が今度は飛んだ、ジャンピングリバウンド、炸裂アグロセンターにヘッヘッヘッ、そのまま抑え込んだ。どうだ、カバー、ミラノが入ってくる。さあ2人の対決、じっくりと見守りましょう。大阪城決戦近しい。さあ鶴田がラリアット、ジャンボラリアット、どういう風に改造したのか、山さん、ちょっと今の改造中ですか。ね、おそらくね、腕の角度だろうと思うんですが、腕の角度、一瞬でちょっと見えないですね。はい、確かにカウンターで取ってましたけれどもね。なるほど。今度は後ろに回ってバックドロップか、世界を取ったバックドロップがしぶきだ。うわっと持ち上げる。相手は140キロありますが、今度も反対にバックドロップで取られました。すると危ない、頭から真っ逆さま、危ない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 、抑え込まれた。天竜間に合った。いやー、力はテリーゴディの方が上。そうですね、あのちょっと抜こうと思ったら抜けなかったですね。抜けなかったね。いや、大変な相手を敵にします。テリーゴディであります、マリオミラノ。さあ、羽がいじめ、おっと、今度は狂気、これがミラノに当たった。タイガージェト氏の右手にはキラリと光る狂気が入っていました。間違いなく狂気です。これがマリオミラノの濃度。そしてジャイアントババ、いいところで出てまいりまして、さあフィニッシュだろう、16本でフィニッシュだろう、そのまま抑え込んだ。そして足を取った。さあ鶴竜が助っ人、完璧なフォロー、完璧なフォローでジャイアントババリーフォールを取りました。勝負は勝ちました。全日本軍団の最強トリオ、ジャンボ鶴田はタイガージェットシンを相手にしています。さあキーボールを取りましたジャイアントババであります。大荒れのシックスメンタッグマッチ、マスト市運動公園体育館のリングサイド大騒ぎ。まだまだ番外編が続いておりますけれども、この赤いトランクスがテリーゴディ、その後ろからのしのしてやっていくのが黒いトランクス、タイガージェットシン。さあそれでは山さん、時間もあまりありませんけれども、このテリーゴディとジャンボ鶴田の来週の大阪城決戦、どう占いますかね。いや、これはね、私はもう少しね、はい、あの軽く考えてたんですが、はい、今日のテリーゴディの出来栄えから見ましてね、鶴田選手相当苦戦を強いられそうだ、大変なチャレンジャーを迎えるというふうに見ますね。そうですね。しかしまあこのジャンボ鶴田には百戦錬磨のインサイドワークということがありますから、今日の前哨戦のテリーゴディの調子を見て何か策を考えるでしょうね。そうですね、当然ね、作戦を大幅に変更するんじゃないでしょうかね。そうでしょうね。果たして力対力でいくのか、それとも頭のいいジャンボ鶴田、インサイドワークを駆使して防衛に成功するかどうか。このテリーゴディとの山田さん、防衛を必ずやり遂げないことにはジャンボ鶴田が今非常に強くアピールしている長州力との一騎打ちの実現もだんだん消えていきますからね。そうですね、これはやっぱりこの戦いをパーフェクトにね、防衛しなきゃダメですね。そうですね。勝負が終わりましてもまだまだ暴れまくっておりますテリーゴディのこの大型重戦車の勇姿、本当に強い男です。本当に強い男です。山田さん、シングルプレイヤーになって最大の力を出してきた男、これがテリーゴディと言えそうですね。そうですね、とにかく若いですしね、はい、もう今ね、もう上りに上ってる上り調子の選手ですね。そうですね、いや本当に表情を見ただけでもものすごく怖い。山田さん、16歳でカーニバルレスラーの出身というふうに聞いてますがね。そうですね、まああのなかなかね、幹の部分もありますし、はい、もう本当に急激に伸びてきましたね。そうですね、すごい重戦車を敵にいたします。ジャンボ鶴田としては来週の放送に迫っている大阪城ホール決戦、果たしてどういうような内容のインターナショナルヘビー級の試合になるんでしょうか。近代にない大試合になることは間違いありません。来週は大阪城ホールからの中継でございます。ジャンボ鶴田対この男テリーゴディのインターナショナルヘビー級選手権、そして注目のザ・ロードウォーリアーズの相手はキラーカーン安義明と決定でございます。まだまだ大変な騒ぎの松戸市運動公園体育館でありますが、この辺でお別れしたいと思います。日本列島異常なまでも興奮させたザ・ロードウォーリアーズが再び大阪に上陸。来る6月4日火曜6時30分大阪城ホール、あなたを恐怖のるつぼに引きずり込むザ・ロードウォーリアーズ。
野生本能をむき出しにした超バイオレンスファイトを展開するザ・ロードウォーリアーズ参加の85年激震サンダーウォーズ大阪大会にご期待ください。力道山の反撃、空手チョップ一発、力道山の好調、空手打ちが出ました。一発二発三発どうだ。撮りたい時にすぐ光るオリンパスピカソスーパー新発売。カモン DJ DJ 出た出た出たぞ、とびっきりレスポンス。 Hello, this is the DJ ホンダ DJ1。 How do you do? バスタックスはスローが美しいって本当ですか？本当だ。鮮やかファインスローのバスタックス。日刊アルバイトニュースは情報が新鮮かつ豊富。他の追随を許さぬものがあるね、安西君。お母様。毎朝日刊アルバイトニュース。AV 人の高純度ハイファイ。三菱ビデオハイファイファンタス。夏が始まるよ。夢いっぱい胸いっぱい東京ディズニーランド。ひやひやせのタラッタラッタラ、ひやひやせのタラッタラッタラ、ひやひやせのもらって嬉しい。今が燃えます、つないでみんなくるくる、みんなくるくる。夏は緊張蚊取り線香ですね。緊張の夏、日本の夏。たまには子供と一緒にドライブしたいと思ってます。ビスタ VF2 新登場、豪華に美しく磨き抜かれました。だからビスタに乗ってます。今度の土日はトヨタビスタへ。シュッシュッシュークリーム。私が有名な宝船のシュークリームです。